タルアファルはイラク北部のニーナワー県第二の都市。県とモスルの 63km 西、シンジャールの 52km 東、キルクークの 200km 北西に位置する。2015年7月1日の人口は16万7200人で、そのほとんどがトルクメン人である。同国でトルクメン人が多数派の都市はここだけである。宗教はントが、 イスラム教寸に派、25%が、同教シーア派である。アラビア語やアゼルバイジャン語、チュルク語族言語が主に用いられる。紀元前7000年、紀元前4500年頃、タルアファルの南西 10km のヤリムテペの丘のテル、ハス内石では、ハラフ文化やウバイド文化が栄えた。紀元前25世紀、紀元前7世紀には、アッシリアの一部だった。 聖書にはテラッサルとして登場した。当時はアッシリアのセンラケリブ王が治めており、エデンのソノの子供たちが暮らすとされた。1837年にハフィズ・アフメド・パシャが探検した時には、タルアファルはトルコ兵に占拠され、シンジャール東部の矢尻京都を建成する拠点になっていた。1867年、オースティン・ヘンリー・レイヤードがニネバとその遺跡を出版した。 1880年、独立単位になった。オスマン帝国は、トルクメン兵をこの砦に配置し、彼らは後に、砦周辺に町を築き最初の住民となる。1920年、イギリス移民党治療メソポタミアに編入され、イラク人の反イギリス運動への対策拠点とされる。ニーナワー県の地区、タルアファルは大々色。1970年代、 サダム・フセイン大統領が進めるアラブ化政策によって多くのスンニ派のバーストーインが入植した。2006年2月3日、市内を警戒するアメリカ軍の M1 エイブラムス戦車、アメリカ軍の第416民事大隊とトルコ軍が警察官とインフラへの損傷について話している。2003年のイラク侵攻でタルアファル城は増築され、 市長住居検市役所兼警察本部になった。2004年9月9日から9月12日、アメリカ軍とイラクチアン軍は黒い台風作戦を実行した。反政府軍は撤退し、58人のトルクメン人が殺害され、500人のアメリカ兵が残った。2005年3月、反政府軍が奪還した。シーア派とスンニ派の間で衝突が発生した。 9月から10月、5000人のイラク兵と3500人のアメリカ兵が光の回復作戦を実行した。反政府軍は157人が殺害され、683人が捕虜になった。また、12人のイラク兵が殺害された。この時、アメリカ軍が塩素系の毒ガスを使ったと訴えられた。2006年3月、アメリカのジョージ・ W ブッシュ大統領はこの作戦を イラクで初めて成功した反抗作戦と称賛した。2007年1月時点で最大の雇用先はイラク内務省で約2250人の警察官が雇われていた。2番目はアメリカ政府で第101空挺師団第3旅団戦闘団が駐留していた。2月10日、軍の検問所で自動車が爆発し、イラク兵が一人殺害された。 2月22日、家に仕掛けられた罠が爆発し、警察官1人を含む4人が殺害された。3月24日、市場で車が爆発し、8人が殺害された。3月27日、深夜8域で2台のトラックが爆発し、152人が殺害された。4月14日、狙撃手が女性を射殺した。6月11日、 ロケット砲で二人が爆殺された。6月19日、二人が引き殺された。7月12日、結婚式で自爆テロが発生し、七人が殺害された。7月15日、道端の爆弾で二人が殺害された。8月6日、自動車爆弾で27人が殺害された。8月22日、道端の爆弾で二人が殺害された。9月22日、 爆弾を製造していた反政府軍が誤って爆発させ、一人が死亡した。9月24日、トラック爆弾で6人が殺害された。10月4日、市場で自動車が爆発し、3人が殺害された。10月10日、ロケット砲が住宅に着弾し、5人が殺害された。12月29日、警察は5人の反政府軍を殺害した。 2008年1月3日、アメリカ軍が2人の市民を殺害した。2月15日、2件の自爆テロで3人が殺害された。2月20日、自動車が爆発し2人が殺害された。3月2日、銃撃戦が発生し、13人の反政府軍と2人の警察官が殺害された。4月14日、シーア派の祭りで自爆テロが発生し、4人が殺害された。 5月27日、市場で自動車が爆発し、4人が殺害された。7月8日、スンニアラブイラクイスラム等の党員が1人、殺害された。7月12日、2日前に誘拐された7人の遺体が発見された。7月17日、市場で自動車が爆発し、20人が殺害された。7月31日、道端の爆弾で、 警察官が一人殺害された。8月8日、市場で自爆テロが発生し、25人が殺害された。8月29日、警察はモスクに入ろうとしていた自爆テロ犯を殺害した。9月6日、自動車が爆発し6人が殺害された。9月20日、自動車が爆発し2人が殺害された。11月15日、自動車が爆発し10人が殺害された。 12月2日、検問所で自動車が爆発し5人が殺害された。2009年2月6日、車からの乱射で2人が殺害された。3月23日、自爆テロで1人が殺害された。7月9日、自爆テロが2件発生し、33人が殺害された。9月17日、検問所で自爆テロが発生し、3人が殺害された。 9月28日、反政府軍が2人殺害された。10月6日、スンニハモスクで乱射が発生し、15人が殺害された。機動兵2010年5月14日、サッカー場で自爆テロが発生し、10人が殺害された。事前に、イラクのイスラム国の戦争大臣がシーア派に対して、戦線布告をしていた。2014年6月16日、 二日間の戦闘の後、ISIS がタルアハルを占領した。12月、ISIS はタルアハル城の大部分を爆破した。多くのトルクメンブトが南に追放され、その多くがイラク軍に入隊し、ISIS と戦った。2017年8月20日、イラク軍はタルアハルを ISIS IS から奪還すると宣言した。8月27日、 イラク軍が奪還した。8月31日、ISIS は完全に排除された。農業分野ではオリーブの生産が活発であったが、生産基盤は ISIS IS の占領下で徹底的に破壊された。2019年現在、農民が元の農地に戻りつつあり、復興が進められている。ありがとうございます。